今回はピーナッツ豆腐食べてみようかなと思います。これはですね、奄美大島行った時に購入したんですけども、島豆腐屋で購入しました。高野食品って書いてますけども、すぐ隣に確か工場あったような気がしましたけれども、鹿児島県の奄美大島で作っているもののようです。で、商品名がピーナッツ豆腐というふうになっていて、原材料がピーナッツ、でんぷんというふうになっています。ですので、ピーナッツの風味がしながらプルッとしていて、甘みはないので、これ黒糖とか、沖縄だとジュマミ豆腐あって黒糖かけてですね、食べたり、ちょっと甘じょっぱい、みたらし団子のタレみたいのかけてみたりと、美味しいんですけれども、これはですね、ちょっと違いまして、おかずのような感覚で食べれるようで、ごま豆腐タレということで、こういったタレがついていました。ですので、黒糖でちょっとですね、ソース作って冷やして食べようかなとも思ったんですけども、せっかくなんでやっぱり付属のこのごま豆腐のタレ、これで食べてみようと思います。こんな感じで結構ボリュームありますので、まあ半分にカットして半分ずつ食べたりでもいいと思いますし、はい、結構プルッとしていてでんぷん使っているのでお腹にもですねたまるかもしれません。ピーナッツアレルギーある方はですね、これ沖縄のジンマミ豆腐もそうですけれども、ピーナッツ使っているので注意した方がいいかなと思います。それではこれから開けていこうと思います。はい、それではこんな感じで豆腐ですね。これ結構弾力があるのわかるでしょうか。こんな感じでブルンブルンって感じですね。で、取り外す時もスルッと出てきました。はい、こういう具合です。横から見たところの様子はこのような感じになります。それでは少しですね食べてみようかなと思うんですけども、こうですね、思ったよりスッといきました。もうちょっとプルッとですね、前に沖縄で買ったようなジマミ豆腐みたいにこう粘りあるかなと思ったらスッといきましたね。ちょうど奄美大島行く2週間ぐらい前に沖縄行ったので、このピーナッツ豆腐気になりまして購入です。まずこのまま食べてみます。こうピーナッツの風味がしっかりと出ていて美味しいんですけども、沖縄のやつはもうちょっとブルンってしてたんですけども、これはこうサクッとこう取れるの分かるように、それほどですねプルプルでもないですね。どちらかというと寒天で固めたような感じのスッとスプーンが入っていくような、そういう感じの印象です。羊羹のような、こういう具合ですね。はい、こんな感じです。それではこれから、ごま豆腐のタレ、つけてみようと思います。それではこんな感じです。まずタレをちょっと、食べてみます。どんな感じの味付けか。味噌なんですけども、しっかりとした味噌のコク、味わいありながらも甘みも効かせているので、こうすごくしょっぱいなってそういう感じではなくて、甘さを効かせて味噌の風味コクを出しているような、そういう感じですごく美味しいタレになってるなと思います。お惣菜感覚のような感じで食べれますよっていう風に言っていたので、確かにそんな感じで食べれるなという印象があります。こう味噌と一緒に食べてみます。結構たっぷりつけた方が美味しいかもしれませんね。はい。うん。うん。これ味噌のやっぱり美味しさ、しっかりちょうどいい塩梅で相まって、こう、味噌と、味噌の風味を生かしてるんですけれども、この豆腐の方のですね、ピーナッツの風味、それはそれほど感じないんですけども、このソースつけることによって、ただ、もともとのピーナッツの風味ありますので、それと味噌が合わさって、コクが出てるような、そういう感じですね。で、一番最後の方に、このタレの味が切れてきた頃に、少しピーナッツの風味がこう出てくると。そういう感じの印象があります。うん。まあ、これはたっぷりタレをつけながら、こう、食べると美味しいですね。うん。まあ、ピーナッツの風味効かせながらっていう感じであれば、ちょっとタレを控えて、うん。うん。美味しいです。まあ、これだと、ビールのつまみとか、お酒のつまみなんかにもいいと思います。あとはデザート感覚で食べたいんであれば、黒糖ソースなんか持っていればかけて甘くして食べてもすごく美味しいんじゃないかなと思いますので、奄美大島行ったらぜひですね、豆腐屋のこのピーナッツ豆腐食べてみてください。他にも食事取れたりですね、プリンとか甘いもの。以前の動画でもプリン出したかなと思うんですけども、そちらも美味しかったのでおすすめです。